おはようふみふみ。ジャン君、ポンちゃんの後ろ姿。ポンちゃん。ポンちゃん。あ、抜いた。お、え、偉いね、ポンちゃん。見返り美人だね、ポンちゃん。お、ポンちゃん。ポンちゃん。このカメラに変わってから映像がとても綺麗でですね、ただちょっと手ぶれ補正がもう一つなのかな、もしくはそういう機能をきちんと使えてないのか、もうちょっと勉強します。ポンちゃんの誕生日があと1週間ぐらいかな、11月20日がポンちゃんの誕生日なので、今現在ですね、このようにポンちゃんの足跡を動画にするということをやっています。ポンちゃんに関してはジャン君の後に我が家の猫として迎え入れられて、その後ジャン君との間に、なんだかこうやり取りがあってですね、ジャン君のことが大好きになりと思ったところへ、一時預かりの子たちですね、次々我が家には来ました。このお二人の愛は、絆が深いんですけれども、ちょっと邪魔になっちゃったかな、ポンちゃんとしてはね。どちらかというと教育係のようにですね、怒る方の担当になりましたかね。ジャン君は常に優しい子なので、小さな子に組み伏せられてもやめてよみたいなね、そんなやり方でした。そして引っ越しということになり、ポンちゃんはそうね、ジャン君との愛を今育んでいるというところでしょうか。
よく寝ているその場所は iMac の上、あ、違う、MacBook の上。今日は生放送で一度電源切っちゃいました。昨日もやっちゃいましたね。おととい、だっけ、その前か、昨日は日曜日だから、よくやってくれます。